佐藤ママさんのような優秀なお子様をお持ちの方や、著名な先生方は低学年のうちはしっかり遊べとおっしゃる方が多いのですが、周りはどんどん先取りをしていたり、顧問を進めたり、検定を取ったり、焦りばかりが募ります、うん、この不安をどう乗り越えていけばよいでしょうか。いやだから不安なんだからやったらいいじゃないですか。だからうちはだから遊ばせることを主にしましたけど、でも顧問はしっかり進めましたから。だって小学校の、1、2年ぐらいで中学校の3年まで済ませましたよ。だからそうすると焦らないんですよね。だからね、焦るんだったらしたらいいじゃないですか。だから、あの、クモにね、あの、例えば入ってね、で、どんどん進めたらいいんですよ。やっぱやらないと焦る。何もしないでね、遊んだらいいとかって言うけど、実際、よく考えてみると、それは、あの、長い間、0歳から18歳まで考えてみたらね、それは、あの、小学校1年ぐらいでも遊ばないとね、みたいな、生まれたばかりでちっちゃいしね、あの時にぎゅうぎゅうで詰めるとね、子供ってやっぱりね、疲れるんですね。やっぱり人生に疲れるんですよ。でも小学校5、6年って素人大変なんで、私はだから小学校1、2年は、まあ、5、6年の様子を見てみると、もう週も大変そうなんで、やっぱ遊ぶことをもう優先させました。朝からこう晩までね、させるってのはもう良くないけども、させないとね、そんなんだ、何もしなかったら焦るだけでしょ。親も子も焦るような状態に持っていくっていうのは、やっぱめんどくさいんですよ、後々。今もめんどくさいでしょ、焦ってるんだったら。焦るんだったらやんなさいよって話です。だから焦らないようにやる。だから検定とかもどうでもいいと思う。遊ぶのもあんな好き好きなんでどうでもいいし、うちも全然しなかったしね。全然いいんだけど、でも読み書き計算を先取りは大事だと思いますよ。だから先取りすると焦らないんでね。例えば隣の子は小5まで先取ってて、自分のうちは小3だからって、そんな焦りはいらないから。とりあえず小1だったら小3ぐらいまで十分で、小1より先に進んでたら大丈夫なんでね。先取りのそのスピードとかを焦るのは、それもただのその、親としては、あの、愚かですから。子供に合わせて先取りしたらいいだけの話なんでね。でもやっぱりね、先取りしとかないと焦りますから。焦るぐらいだと先取りしてくださいって話ですよね。当然その、この1、2年はね、遊んだ方がいいですよねって。それは当然そうなんですけど、遊びのは勉強しながら遊んでますからね。勉強して、で遊んでみたいな。朝から晩まで遊ぶっていうのはもう間違いですから。うん。だからそうやってください。